皆さんおはようございます。私はこの磯田康雄ですよね。はい、今年で71になるんですね。66の時に外国大学行きまして、英語の勉強会しまして、69歳の時に研究合格で、現在は、まあ、この英語系 YouTuber でね、こう、様々なことやりながら、皆さんと一緒に英語力アップということでやっております。まあ、いろんなことをやってるんですけどね、自由に、どなたでも無料で参加できますので、その前にただ、まあ、動画の登録とね、メールアドの、登録だけが必要ですよね。それさえやっていただいたらこちらから案内状全部出してますのでね、ということです。で、また最近ちょっと苦情と言いますか、メルマガが届かないよっていう話が来て、で、迷惑ホルダー開けてみたけどなかったよって言われて、今までねずっと届いてきたけど、ついに1週間か2週間前からぐらいからパタッと来ようになってんっていう人来てましたですけど、それでね、メルマックホルダーに入ってないということは入り口で弾かれてるってことですから、その場合はもう再登録しかないんですよね。で、再登録される場合、必ずヤフーメールか G メールにしてほしいんですよ。そのどっちかだ、どっちとも、両方とも届きます。必ず届くということを確認できてますのでね。それ以外のこうメール使われますとね、セキュリティのきついのに当たると、跳ねられるんですよ。弾かれるんですよね。で、それまでずっと来ててんけど、急にポンと弾かれるようになる場合もあるんですよね。いろいろな場合があるんで、できましたら、そういう場合はヤフーメールか G メールにしていただいたら OK ということです。で、まあ、再登録ね。で、あと、明日ですよね。明日、夕方6時から、10時まで、個人相談とプラス飲み会やってますのでね、出てきていただいたら、まあ、いろんな人とこう交流できるということですよね。で、まあ、個人的にこう、いろいろ勉強のやり方とか質問とかあるね、特に初級者の場合なんか聞きにくいとい う方がおられたら、その時に出てこられたらちょうどねきっちりこう話できますので、ということでやっております。6時から10時までね、ただねちょっとね明日私3回目のワクチン接種なんだよね。だからちょっとひょっとして夜大丈夫か、いやいや大丈夫と思うんだけど、ちなみにうちの娘は3回目打ったら次の日ちょっとなんかちょっと熱出て調子悪かったって、まあ1日だけやけどね言ってたし、うちの嫁さんも、3回目受けたら、ちょっとだけ熱出て、まあ、すぐに収まったらしいけどね、そんな副作用がちょっと出たっていう話聞いてるから大丈夫かいな、多分大丈夫やと思いますけどね、出れると思うんだけど、まあ、用心してるということが明日あります。ちなみに3時半頃ワクチン接種ですよ。ほんで6時からこれやから、まあ万が一あかんかったら滝川先生にバトンタッチやね、多分大丈夫いけると思います。いうことがあって、それと日曜日はね午前9時からニューヨークタイムズを読むからやってます。でこれはねどなたでも出席できますけど、必ずそれ以前にニューヨークタイムズを電子版契約して1ヶ月250円払って記事を読んでおいてくださいということですよね。でちなみにこれは録画してニューヨークタイムズの場合は、限定公開してます。限定公開って言いますのはこの会員さんで私のところへリクエストしてきた人に URL を送ってそれで見ることができると、こういうシステムにしております。それがニューヨークタイムズの方ね。それからオフ会ね、ここのとこ宣伝ばっかりしてるオフ会の、4月2日土曜日正午、ランチね、これ大阪で、次が1週間遅れて4月9日、正午ランチ、これが東京ね。で東京の方結構人数来られてるんやけど、大阪空いてんねんね、穴場ですから、ぜひ大阪の方へ、西日本にお住まいの方はね来てくださいということで、宣伝しておきます。宣伝、それから、これだけやね。それと、もうここのと今週ずっとね、なんか勉強の仕方を聞いてくれる方がいて、で、まあ、いろいろこう話してるんですけども、まあ、前回のね、試験でも合格された方とか、不合格の方の、成績見せていただきますとね、読解とリスニングが悪いって人が多いんだよね。だから、読解とリスニングを上げるっていうことなんですけどね、リスニングを上げるのどうしたらいいのっていう、よく聞かれるんですよね。なかなかこれ、決めてとなるのが難しいんですけれども、これさえあったらいけるっていうのは難しいんだけども、まあ、基本的にたくさん聞くことなんですけどね、私が言ってますのはやっぱり中級者までと中級から上級を目指していく方のやり方はやっぱり変える必要があるっていうのがね、昨日以来言ってることなんですよ。どうしてもね初級中級の場合はスクリプト見ながらとか、あるいは何回も繰り返し聞いて確認するとか、まあ、それは必要なんですけども、上級を目指す方の場合はね、いつまでもそういう
初級中級者のやり方を続けていくっていうのはあんまりいいことじゃないというか、卒業すべきだと私は思ってます。だからちょっと難しいけれども、一回こっきりでなおかつスクリプトにも世話にならないで聞いていくと。でそれ言うとね、分かんないとこ出た時どうすんのって聞いてくるんやけど、分かんないとこ出たらもうそれはもう通過ですね。もうそんないちいち気にしてたらもう聞いてないんでね。やっぱり聞く量を増やすためにはね、その一個分かんないとこあったら調べなあかんとやったら、もうそれだけで聞く量減っちゃうんですよね。で分かんないとこあってもいいから、とにかくどんどん聞いていったらね、私の経験から分かったことは必ずどっかで分かるようになるね。その時は分からへんねんけどね。それと並行してね、必ず、たくさん読まなきませんよね。読んでるでしょ。そうするとね、なんか、分からんかったんが、例えば新聞読んでたら、パッと同じものが出てくるんやね。どっか出てくるんやね。大体人間のことは同じことを繰り返してるから、必ず出てくるんです。そうすると、ああ、そうか、あれ、あの時こう言ってたのがこのことなのかっていうのは、後で分かる場合があります。ですから、とにかく分かんないとこがあっても、もう とにかく気にせず次へ行く、一回こっきりでやっていくということによって、とにかく量を増やしていくということですよね。やっぱり量がね、やっぱり、語学では非常に重要な要素になるんですよね。だからそこがですよね。それともう一つはね、聞いてる時にね、意味をこう聞き取っていくという訓練をしなきゃいけないんですよね。ただ漫然と聞くのも良くないし、それから意味わかんないで、何単語だけポツポツわかんねんけども、何言ってんのかわからへんっていうね、そういう状態の時っていうのも実際私にもありました。そういう時代あったんですよ。で、やっぱりそれを何とか克服してきて、意味を取ろうとしていって、全体として意味の流れが分かるようになってくると、多少のその分かんないところがあっても全体として理解できるようになっていきました、私の場合ね。で特に具体的なこの試験問題で言うたらね、1級の場合やったら皆さん苦手がパート2と一番最後のね、長文じゃない、長いパッセージあるよね、インタビューのあれがね、途中で分かんなくなるって言ってる人多いよね。それからパート2でも比較的長いパッセージ聞かされて、2問質問が出てきて、1問目は上の方、前半で、2問目は後半の質問してくんだけど、1問目のやってて前半の話で答え書いてる間に次2問目入っていったら、お何やったかな、もう忘れてしまったって全部抜けていってて、2問目分かんなくなるっていうこのことを言われる方が多いんですよね。でこれどういうふうにして解決したんっていうのなんですけど、私このパート2が一番得意で大好きやって、はっきり言って万年だったんですね。そこだけね、いつでもね、だいたい子供の頃からね、もうメカニックなことが好きやったからね、論理的な展開とか機械とかああいうの好きやったから、だいたい英語ってね、かなりこうメカニックな展開していってるんですよ、言語としてね。日本語とそこが違うところなんよね。だから結構メカニック、私見たらメカニック好きな人間はこういう英語って結構こう追いかけていきやすいというか、そういうところがありましたよね。でそんなんで意味がだんだん分かるようになってきました。実際私も意味分かんなかった時代あった、単語だけ分かってね、全体として何言うてんだか分かんないという、そういう時代ありましたからね。それをなんとかそうやって克服してきました。それとやっぱりスピード速いって言われる方いるんだけど、スピードに対する対応っていうのはね、これも慣れなんだけれども、全部聞こうとするとね、それちょっと難しいですよね。だから要所要所ピッ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 とこう取っていったら、あとみんな分かるようになってきたら、相当早く喋られてもほとんど分かるようになりますね。だからその辺の極意というかコツというか、極意っていうものがどんなものか分かんないけど、とにかく全部を聞き取ろうとせずに、ピッピッピッと分かるところで意味を取っていって、ここをつないでいくという、そんな感じで私は聞く方を、そして大量ね、もう量ガラッと一個一個にこだわって、スクリプト見ないとかそういうことは一切しないで、もう大量にいくことによって、その辺をカバーして克服してきましたね。それから YouTube もいいし、それからあとあれも良かったよな、やっぱりヤフーじゃなしに、プレミアムね、
Amazon の Amazon ドットのプレミアム、あれだったらね、あれで特に良かったのはアメリカのテレビドラマですよね、テレビドラマが良かったですよね。映画はねもう一つだよね。なんで映画あかんか言うと、映画ってあんまり喋れないし、もうむちゃくちゃなこと言いよるからね。だからその点テレビドラマっていうのはほらしゃべくりで展開していくのでね、だから筋を追いながら聞けるということがあって、だから私が良かったなと思うのはアメリカのテレビドラマをずっと片っ端から聞いたっていうのが、あれがまあ割に良かったなというふうに自分では思ってますね。ただね、いずれにしても時間かかります。時間かかりますに今日言うて明日パパパッとこのマスターできる、それは絶対にないからできるって言うてるやつはおるけどね、それはそこまで私は用意はね、時間かかるとだけ言います。それとやっぱりもう絶え間なくそういうことをやらなあかんっていうことね、それさえ守ってもらったらレスニングもいけますしね、それから読む方も意図的に早く読むように、早く読むようにって持っていった方がいいですよね。でないと時間が足りないって言ってる人多いもんね。だからそっちに読む方も意図的に早く読むようにしてほしいですよね。でまあそしたら、いきますよ。